テレマカセというわけで、マレーシアゴルフ第2話目です。結構今のところしのぎの感じでは来てますが、でも噛み合ってる、うん、全然噛み合ってる。思ったよりこの私の中ではよくやってると思います。入ってるなっていう感じなんですけど、このクアラルンプールゴルフカントリークラスは本当に綺麗なので、うん、今までいろんなアジアの国でゴルフをしてきたんですけど、結構マレーシアゴルフが過去一、うん、ここのコースが素晴らしいってあるんですが、なんかめっちゃ気持ちいい、人生一番いいコース回ってるかもしれない、うん、今あのお花とかもすごい手入れされててすごい綺麗、うん、というわけで私たちのゴルフを綺麗にできるのかお楽しみください、はい、どうぞ。かわいい、ここも。はい、ただ、可愛くないバンカーがいる。確かに、嫌なところ。打ち上げてるので、9番で。はい。うん。ナイスショット。全然ナイスショット。ありがとう、超えたね。まあ、この場合、左の手前バンカーとかに入れなければ、うん、パーはね、硬いということで。さくらも9かな ?9 ね。はい。今のはね、私は左に手で引っ張っちゃった感じがありました。さくらはどこ狙い？私はピン右の花。ピン右、オッケー。ナイスショー、完璧だね、これ。いいぞ。あ？お？おや？何かが起きた。もう、スジって入るかと思った。なんか、芝がなんか、噛んだかな？そんなこともありますね。ここはね、若干パターで行きたかったんですが、あー、なんか、なんだそれ。でもアプローチでも大丈夫そうな感じの傾斜。左かな？うん。左で転がしじゃないねこれはね。うん。ふわって。セパハルボールでした。はい。うん、私は。なぜかよくわかんないぐらい手前でした。それでもあそこまで転がる。今まあ。でもそれでもあそこまで行くってことは相当早いね。なんかさっきねトップしたのがよぎっちゃってね、ちょっとそっからぐるーっていくのかな。ね、これ、下くぐりそうなの。そう、ここね、ライがね、すごいのよ。私、ふんわりやろうとして、緩みました。さあ、58？ 58。オッケー。うまい！いやー、おー、いけ。うん、ナイス！大丈夫。若干下くぐり目。私のやつよりちょっと内に進んだので、ああ、これは大丈夫よ。これは大丈夫。で先に私。これは大丈夫なラインか。でも、キャディさん、様々なんだけど。ね、いやなんかスライスラインって、カップより左にさ、カップが右にあるのに左に打ち出していくでしょ、うん、これが気持ち悪くていつもこうやって開いて、余計スライス回転がひどくなっちゃうの。なるほど。入らない。見ていきましょう。強い！どう強い！本当にね、パターがやばい。今日の前半からずっとパターが最近やばいって話を桜にしてて、
やばいでしょ同じ距離以上遠のいたやばいのよ。でもちょっと緊張してきたあの身内でパーパットにあの圧をかけ続けてる私が強くなるかも。私大丈夫。おちょっと待ってね。いいね、私これ。なんならさ、スライスじゃなかった説。フックに見える。そういうこともあるよね。あれを頑張って入れよう。確かに、あっちからさ、スラじゃない？こっちが逆にスラに見えるな。オッケー、ナイス、ナイスボギー。おー、まあ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 。まあまあ、まあ、まあ、まだね、一つ目ですから。まあ今に関してはちょっと。ファーストパット目より長い、はい、セカンドパットだったんだけど。結構早いもんね。まあ、落ち込まずに行きましょう。はい、まだ言うて。言うて言うて。オッケーオッケー。なんと、100ヤードのチャンスパー3で。ボギーボギーです。ちょっとねアプローチがちょっとね、打ちにくくて怖い傾斜だったからね、うん、さあ、続きましてミドルかな。 Is it first hole? Number 5? 5番ホールです。ロングちょっと、いや、ロングだし、この街の風景よ、やばいよね。うん、マレーシアの、有名なタワーが見えます。左。おっ。ボギー。キャディーさんの片言の左が。左がね。なんで？でも、私のティーショットを4回使った気がするので、ここは、さくらちゃんが、ポーンといつも通りに打っていただければ、大丈夫です。まあ、ロングだからバンカー入ってもね、気楽に、私の行ったところにさえ来ないでいただければ。ナイスショー。多分完璧。あー、いいとこー。ありがとう。さあ行きましょう。さあ、さくらがティーショットをいいとこに置いてくれたので、2打目がフェアウェイから打てます。ユーティリティ使っちゃいます。使おう。今日初めてかも。あ、確かにそうだね、うん。ロングなんですけど、池が180で入るということで、ちょっと我々保険をかけて2人ともユーティリティです。めちゃめちゃ左足下がり。うん。オッケー、ナイスフェード。あ、バンカーです。なんか飛ばないです。あれ？打ち込んだ分かも。そうだね、ちょっと出玉左行って。ってことは、私バンカーより右狙おうかな。はい。なんと。なんと、取れてなかった瀬戸ちゃんのナイスショットだ。なんか、あるよね。この受け渡しの時に勝手に切れたりする問題で、私の余裕が一応バンカーを越えまして、フェアウェイにいまーす。ってところにあります。どうしようかなー。こういう時、番手悩むで。確かに。アゲンストだし、池越えだし、大きめでもいい気がする。そうだね。奥の斜面が受け止めてくれると信じて。うん。うん、43って言ってて、本当は6ユーの距離なんだけど、5で打つ。はい。この下座ってる。え、本当だ。まあでも、気にならない程度。うん。結構上げてます。うん。うん。まあ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 、全然、安全なところ。安全なとこ。
ちょっと左に振ったこのパーフの雰囲気を見ると。オッケー。さくらは何で打つ？結構風がね、出てきたね。うん。大きい方で。大きい方で。5番ウッドかな？ 5 湯。そうですね。超えるー！ピタゴラスイッチ。一旦シャム。カツンって言って戻ってきた。惜しい！さあ、こっからはお得意のアプローチで行きましょう。ユーティリティがとことん当たんない。とことん当たんない。ほぼ使ってなかったからね、ユーティリティね。さっき初めて使った。そうそうそう。ウッドでめっちゃドッカンドッカンナイスショットしてて。やっぱさ、ウッドとユーティリティも違うよね。違う。違うよね。ユーティリティの方が好きだったはずなんだけど。今日はウッドの方が。まあ、ウッドがいいから。ああ、よきよき。私のは、そうだね、縦距離もあってたっぽいね。なので、曲から頑張って、スパッとですよ。マレーシアのね、この芝はなんか、なんて言ったらいいんだろう。なんか洋芝だよね、多分雰囲気。そう、これは、転がしではないのかな。スライス。え、めっちゃいい。止まれ。はい、どうせった。でもめっちゃ良かった、今のアプローチ。普通のグリーンだったらめっちゃいいやつだよね。うん、ふわって。ごめん、出ちゃいました。いや、お任せあれ。うん、ここはもうちょっと。いやー、今なんか、ああ、練習した球出たと思ったら。めっちゃ良かった。そう、キャディー多分ね、あとに。グリーンが悪い。そう、12フィートです。体感。よし。だからは58。うまい。あ、これ完璧。完璧。そう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 。あ、まあまあ。まあ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 。いやー、ナイスタッチ。またこう気持ち悪いパーパットが。本当に着弾なので。うん。早い。早いね。早いよ。しかもこれさ、下ってないからね、グリーンが。下ってないよ。全然。ありがとうございます。さあ、私が、このパーパットを決めきれるのか。はい、ちょっと安心させてください。ここに来て、私毎回桜プレッシャーを与える担当みたいになった。これはさすがにフックだよね。フックですね。スライスって読まれてなければ、キャリーさんが。なんかさ、うん。本当に構えてパターが、なんかね、変なの。最近お先しますみたいなノリで打たないと。あ、じゃあお先しますのノリで打ってみましょう。あ、お先失礼します。その距離お先みたいな。あー、惜しい。あ、ってことはそんなに切れない。まっすぐ打ててたから、うん、今私合わせてたラインのまっすぐで打ったから、うん、お先しますの方が立っちゃうんだよね。うん。あ、めっちゃ。もピンの右側ぐらいで合わせてくれたらいいな。うん、キャディさんが。うん。いいと思います。うん。まっすぐって言ってる。うん、まっすぐって言ってる。やっぱフックしなかったんだね。おー、開いたかな。今のは右にプッシュした感じに見えたね。まあまあ。プッシュでした。おや。おや。過去一番グリーン難しいから。まあ確かに。でもいい練習。いい練習なんだね。ちょっと一旦行ってみよう。はい。6番ホール330ヤードのミドルです。ここまで桜が2回、私が3回って。うん。はい。ちょっとボギー止めたいね。いやー、ちょっと食い止めよう、ここで。うん。はい。やばい。おっ
っと。おっと。今さ、背中に入れてみようと思ったら、腰も折れた。あー、はい。まあまあまあ。急にすぎた結果だから、勝て。まあね、急に変なことをティーグラウンドでやっちゃいけない。さ、あ、ごめん、ティーが刺さる。ある。まあ、ここは、さくらのティーショットを使えた方がいいので、安全にね。ナイスショー。バンカーじゃないといいな。あー、大丈夫大丈夫。ナイスフェアウェイ。オッケー。良き。良きところ。はい、私の、そう、ドライバーがここまで来てて、セカンドは200ヤードぐらい。しかも打ち上げ。うん。左目の方がいいか、若干。めっちゃナイスショットだけど、ちょっと右？あ、でも全然全然。アンパイ。あ、バンカー？あ、ビフォー。入ってないって。バンカー手前。はい。おお。なんか今右肩を引いたらテイクバックがしやすかった。めっちゃいい球だった。うん。そうね、右肩がストッパーみたいになってんのかな。だからはスプーンかしら。スプーンね。はい、スプーンです。ナイスショー。これいいね。左サイド、花道じゃない？花道ぐらい。ナイスー。よし。乗った？いや、乗ってはない。ビフォーは。まあまあ、でも、いいとこにあるでしょう。はい。行ってみましょう。さくらのボールは、花道のところで、まあ、すごい打ち上げというか、砲台のグリーンの、なんか、ここの鋭角がすごい。動画じゃね、全然伝わんないんですけど。サスケの反り立つ壁みたいな。あ、バンカー。あー、私のちょっとバンカーにいました。あっち。はい、私はバンカーからは出せないので、桜ボール。このバンカー打ちやすかった。え、そう、砂？うん。あ、確かにふかふか系だったね。エッジから10ヤードちょい。さくら先生何で ?58? 23ヤードのピン、エッジ手前、そして激アゴ、ここが。なんかもうほぼ直角だもんな、あそこね。え、これやばい。やばいよね。で、2打で上がらなきゃいけないという状況です。うまい。いい気がする。いい気がする。Thank you. グッショーって言われた。ワンパット？ワンパットぐらい？よし。え、今さ、開いて高く上げようとかはしてない？高く上げようっていうよりも、球左に置いて、うん、若干開いた。若干開いた。多分、上がってるから上がってないように見えるけど、多分結構球上がってた。そうだよ、高さがあるから。うん。あ、めっちゃうまい。めっちゃうまい。待って、調整コース。めっちゃうまい。完璧。めっちゃうまい。あ、もう。え、何？これが桜のマーク。なんで、うん、これなので10センチぐらい。めっちゃうまい。めっちゃ上手。めっちゃ上達した、うん、最近ねアプローチいろいろちょっと遊び心を持って練習しなきゃ、うん、少し良くなる。こっちの方がいいね。桜なので行こう。はい、よし、これは入るでしょう。じゃあ私先行かせていただきます。
パパと。いや、今のさ、シチュエーションで二人ともよく打てたね。うん。ナイスパー、やったー、やっと、ボギーから。ナイスパー。Thank you. はい。ナイスパーだ。いや、今のはなんか、気持ちよかったね。気持ちよかった。寄せワン。そうそう。で、しかも偶然なんかさ、打ったり寄ったっていうかは、うん、こういう状況だから、こういう風に打とうかなと思って、うんうん、それがうまくいってたっていう。うん。めっちゃ、ちゃんと考えてるから、ね。考えて打つの大事だよね。なんかできるできないは別としても、うん、考えないで打ってるとやっぱ、まぐりは起きるけどね、安定はしないもんね。確かに。さあ、こっから戻すぞ。あと3ホール。この中で2個もある。